美味しかった美味しかったですあのな料理の名前わかんないですけど肉でした <laughs> いい肉の日こんばんは来てくださってありがとうございます <laughs> こんばんはてんちゃんやー <laughs> 今回も来てくださってありがとうございます。いい肉の日なのに魚買ってきちゃった。あらーミス。<laughs> まあまあ魚も美味しいので。六、うん、時ぶり。ああまた来てくださってありがとうございます。こんばんは。あ初めましての方がいる。ありがとうございます。 ひたちゃんさん、俺も飯食べてきたあ、チャーハンチャーハン一緒ですチャーハンとお肉でした <laughs> あ、推薦コメント見ましたありがとうございます本当に励みになるので本当ありがとうございますこんばんはわわわこんばんはわわわ <laughs> こんばんは やばい新電子本当ですねチャーハンチャーハン仲間だ肉の日だから唐揚げくん食べてきましたあ美味しいですよね肉苦手だけど唐揚げくん食べれるって人多いですよねそ,そうでもないかなしんさんお腹すいたご飯食べてきてください <laughs> あ、はじめましててんと申しますかーくんさんこんばんはそういえば推薦コメント書かなきゃねあ、書いてくださるんですかみずくん、てんで番組のあ、そういえばさっきあのテレビつけたらてんやってました <laughs> あ、かぶっちゃったってさっき気づいたんですけど んちゃんはあんまり、食べへんのって聞いてるのかなあんまり、そうですね。なんて聞いてるんだ後ろの猫の絵かわいいね。わあ、ありがとうございます。猫ばっかり描いてる。猫とアニメっぽい女の子の絵しか描けないから。て、うん、んちゃんかわいい。ありがとうございます。 筋トレしながら見てます。おお、筋トレ、筋トレしながら見てるんですか。ファイトです。本当に十七の、あ、十七なんですよね。十七に見えないですかね。てんちゃん可愛いよ。あ、ありがとうございます。そう、お肉を食べへんの。えっと、お肉、お肉ばっかり食べてる気が。 うん、あんまり量は食べないんですけど食べる頻度が多いかな喫茶店でパソコン開いてみてますあーいいですね引きの顔が見たあちょっと近寄りすぎですねすいません近寄らないとコメントがちょっと目悪いんで。 中学生みたいジェシーかと思った <laughs> さっき大人っぽいって言ってくださったんですけどね <laughs> 中,中学生高校2年生でしたあれ梨央さん初見でしたっけ優勝ですありがとうございます姉ちゃんまた会えて嬉しいあありがとうございます優さん 顔が小さいのが引きで見て初めて分かった。あ本当ですか顔小さいですかでコメントを追うの大変やん <laughs>。もう楽しいです。コメントありがとうございます。もういっぱいコメントくださいね。メガネつけないの。あ普段メガネです。今コンタクトですね。 んちゃん落ち着いてるから17歳に見えないねあ本当ですか落ち着いてますかね <laughs> 結構緊張しちゃってててんちゃんすっぴんすっぴんですねメイクができないのでこれから練習しますそうショールーム期間の中で1回ぐらいメイクして出たいな 高2になってメイクできないのちょっとあれなんであれあれなんでうんそうだちゃんっぽいねあよく配信始めてから言われます白と黒の変わった服だねあそうなんです結構気に入ってるんですけどちょっと家族とかには不評不評っちゃ不評 <laughs> メガネ姿見たいいやー結構なんかコンプレックスなんですよね メガネしてる自分の顔 <laughs> もういつかメガネで出てみてもいいかもしれないな買いすぎて36時 <laughs> 365時間365時間相当ですからね <laughs> 一回相田さんに似てるって言われる、言われますね。うん。そんなに似てますか？いいと思うよ白黒。<laughs> ここでちょうど半分になって。<laughs> ありがとうございます。丸目がね、なんか四角かな？丸っぽい四角。 はじめましてありがとうございます来てくださって10番の「ンです <laughs> 目元が似てるあそうなんですねいや調べてみたんですけどちょっと自分じゃ分かんなくてみんなに知ってもらいたくて「テンちゃん」でツイートしちゃったわありがとうございます 高さんは総選挙で、一桁上位の人気メンバーだから、なんか見ました、調べました。前歯も似てるのが奇跡、前歯も似てるんですか。あ、はい、さん、フォローありがとうございます。白眼鏡のトミーさんも、また来てくださって、ありがとうございます。 奈良のおじさんさんんまた来てくださってありがとうございます妹って言われても信じるおーそんなに似てるんですねそうだにしか見えなくなってきたや <laughs> 天ですよ私は <laughs> お茶飲みます。ああ一押しやで。あ、ありがとうございます。嬉しい。下に合格して並んで歌ってほしいです。<laughs> もうここまで似てるって言われたら本当に私もそれ実現したいです。 ごくりごくりごくごく行 <laughs> き別れのお姉さんはいませんか <laughs> いないと思います <laughs>、うん、血のつながりを疑われ始めている声が可愛いあ、本当ですか声嬉しい <laughs> 皆さんお星さまありがとうございますいっぱい 姉妹だね。全 <laughs> 身見せて、あ。私、下ちょっと、パ、パジャマなんですよ。<laughs> パジャマなんで。<laughs> ほんま好みではないが、てんちゃんは好みなんだよな、なんでこれ。あ、本当ですか。姉貴サリナって名前はなかったっけ。<laughs> お姉ちゃんがまずいないです <laughs>。 県政メンバーの中でンちゃんが一番好きもう本当に嬉しいねあんな素敵な方たちの中で私を好いてくれてるというかしてくださってるのが本当にありがたい絶対にプロフィール写真そうしてる <laughs> それお母さんにも言われたんですよねちょっと写真写りが下パジャマ配信 <laughs> 実はパジャマでした <laughs> 言いたくなかったんですけど <laughs> ショールームあるあるの服装だあそうなんですかこんなに可愛いと思わなかったごめんなさい <laughs> ありがとうございますお兄ちゃんいるあいないですねお兄ちゃんお姉ちゃん欲しいんですけどねなんか趣味が合うお姉ちゃんとか年が近くてとか欲しくなりますね てんちゃん自然でいい感じああありがとうございます昭和っぽい昭和 <laughs> プロフィール写真ってみんな損してる、ね、あでもすごい綺麗に写ってる方とかもあーでも大体そうですよね写真って難しいここにいっぱい兄貴いるやん兄貴 子えっと弟がいますえー、中二中二かな <laughs> 中二かな <laughs> ちょっと自信ない <laughs> ここには兄ちゃんいっぱいいるから <laughs> 姉妹だったら服のシェアとかできるもんで、ね、ああ憧れですね <laughs> と一緒になんかアニメ見たり一緒にゲームしてくれたりするお姉ちゃんが欲しいな 私アニメとか好きなんですけど家族に理解を得られないので <laughs> ショールームのプロフは当てにしたらあかんフやえばコンプレックスなのやえばなんですかね私」「やえばなのか」「やえばなのかわからないんですけど歯並びはちょっとコンプレックスですね。 同写真でワいはテンちゃんかわいいはずと予想してえ本当ですかあやありがとうございます弟の服は着ないな <laughs> 弟の服は入らないな入らない入らないな <laughs> SKE になったらお姉ちゃんいっぱいよ <laughs> お姉ちゃん憧れですねうん入りたい 刃俺もあるよ一緒や,やっぱ八重歯なんですね私八重歯のキャラとか好きなんで普通に嬉しいな SKE <laughs> には二次元同好会あるよああるみたいですね同好会ってどういうものなんだろう ブルワイさんわいも歯並びガタガタやねんなあ仲間がいる仲間がいるよ <laughs> 入ってー入りたーい SKE だと17歳は超若手だねあそうなんですかへえああハートいっぱいありがとうございます なんて読むんてだろうままさちゃんたただし <laughs> ちゃんあ分かんないはたありがとうございますきたちゃんさんもありがとうございます NGT のひなた刃抜いちゃったからへえ刃ってえそうなんです かわいいよ <laughs> ありがとうございますけんちゃん応援してるよあーもう本当に嬉しい SKE にはもうすぐ29歳になるメンバーもいますえっそうなんですねハート100個突破きたちゃんさんありがとう <laughs> 本格的にてんちゃんにハマっちゃいましたあ <laughs> 本当ですか 嬉しいおう7時18分何時までやろうかな SKE に必要な人材ですよ <laughs> 03てんゼロさん天ちゃんアウトドア派インドア派どっちなんだろう分かんないなぁ半々 半かな,なか急に思い立って電車乗ってどっか行く時もあるし家でだらだら漫画読んだりしてる時もあるかな SKE <laughs> のドンへえ SKE のことをもっと知りたいので教えてくださったら嬉しいです 俺も本気でてんちゃん以外の子フォローええええええほん本当ですかねえー、ありがとうございますそんな私なんと私なんてとか言っちゃだめだすみませんありがとうございますこんばんわんこそばわんこそばー <laughs> 初めましてあ初めましててんと申しますよろしくお願いします い,い,よいっぱい教えてあげるわあーありがとうございますやったぜそうやっぱ SKE さんのことを知らなければいけないな <laughs> この吸気候補審査はてんちゃんにかけるもうきたちゃんさんめっちゃ押してくれてるもう嬉しい 1000人突破したなありがとうございますあ、コメントが 二十位まで上がってるえ嘘あ本当だすごいありがとうございます強がり時計ああスケッチブック新しく買ったやつですあ間違えた漢字間違えた 関西ですあんまり関西弁出ないねって言われるんですけど自己紹介しましょうかあ自己紹介って何を言えばいいんだろう <laughs> ダメだアイドルアイドル志望なんだからちゃんと自己紹介ぐらいできないとえー、っとエントリーナンバー10番の「ンです「ンとか「ンとか呼んでくれたら嬉しいです 17歳の高校2年生で身長1 5 7トル大阪府出身で A 型でえ趣味は水彩画とかえドラマとかアニメ見たり映画見たりとかです <laughs> あエえくぼがチャームポイントなので覚えてってください ご紹介完了 <laughs> テレビでてんちゃん見るのが楽しみああテレビ出たいなー <laughs> はじめましてよいしょあ、はじめましてよいしょよいしょもっと推しに雰囲気に出て押しますあ、ありがとうございますテロップに大阪出身も入れたらどうあ、入れた方がいいですかね ていうか、こっちに書いた方がいいですよね多分大阪出身って結構聞かれるからあおすすめを教えてくださった声を語る詩人になれなくてああ、コメントがコメントがいっぱい来る嬉しい。 聞いたことない曲がやっぱりいろいろあるなぁ水彩画見てみたいあそうだ絵を描こうっていうのを前にも言ってたなうんなんか見せれる絵ないかなぁ <laughs> これとか <laughs> あんまり上手じゃないんですけどああコメントコメントが入れた方が良いですよ自己紹介のやつ大きいのに書き直したらあ書き直そうかな出身地大阪です 絵描き配信絵描き配信ってどういう感じでやったらいいんですかね私めっちゃ無言になっちゃうと思うんですよアクリル絵の具で絵を描いてほしいのアクリルかアクリルも好きです大阪です大阪です絵もつけて描いてあこれですかこれ描き直して絵も お料理はできますか <laughs> できないできなーいおー水災がうまいあ,ありがとうございます意識以外の曲歌って何がああ何がいいかなあの AKB さんの 結構なんか私が小学生ぐらいに流行ってたぐらいのその曲だったら歌えると思うんですけどなんとなくここにいる人を想像で書いてみるとかあ面白そうですねアバター書いてみるっていうのいいなって思ったんですけどちょっとアバター小さすぎるからなめああ SKE さんあんま分かってなくてごめんなさい そう、あこれですかね得意料理教えてカップラーメン <laughs> これから SKA 行ったら料理しなくちゃねあほんとだーそ,れそれちょっと不安なんですよねいやまだ受かってないけど受かったら一人暮らしになっちゃうかな多分よいしょできない <laughs> 油絵みたいに何層も重ねられないけど水彩画の透明感は好きあっかります水彩画って一回ミスったらちょっとねもう取り返しつかないですよね推しメンどこでもいいよあっえっと欅坂46さんの菅井優香さんと渡辺梨香さんが好きです s k e の松本千佳子ちゃん大阪出身だよおお大阪出身一緒だ絵の勉強いつからしてるの 勉強うーんでももうなんか物心ついた頃には書いてましたね少女漫画がすごい好きだったんで昔今も好きですけどそれをまねっこしたり得意料理カップラーメン毎回ラスト10分で1位の人のアバターを1分で書くあすごいいい小さいからなアバターがすいませんすいません 48グループでは好きなメンバーいないの48グループかそうだなあ,あんまりわかんないんですよねすいません失礼ですよねカップラーメンは料理か料理です大丈夫コンビニがあるコンビニのご飯美味しいですもんねカップラーメンは料理じゃねえいや料理です <laughs> クックパッドがあるからクックパッドはサウリになるうんあコメント結構前の読んでるかもしれないすいません卵焼きは作れるでしょなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよねお絵かき配信やりたいですね画面を指で広げるのか 拡大されないかな。あ、されるかな。かあ。<laughs> <coughs> 欅坂好きな曲なに。ええー。そうだなー。好きな曲か。一番好きな。うーん。 ちょっと待ってください何が好きかな手をつないで帰ろうかとか好きだしあとあの「二人セゾンが MV ミュージックビデオがすごい好きで衣装がめっちゃ好きで「人セゾン。まあハマったきっかけは「サイレントマジョリティ」だから。 サイレントマジョリティダンスも好きだしあでもダンスも好きって言ったら不協和音も好きだしもちろんそうですねうん,うん、うん、とりあえず動物をいろいろ描くのが定番欅坂のことを考えている顔がまるでファンやった <laughs> もうただのファンなんでね私 ライブとかは全然行けてないのでそんなまだまだなファンなんですけどダンス踊れるん <laughs> 踊れてるつもりなんですけど踊れてないって言われますねペリカー優しかったであ会ったことあるんですか握手会とかいやーもう会ってみたい本当に会いたいどんなアイドルになりたい うーんどんなアイドル前も言ったんですけどこう人の心の支えになれるようなアイドルになりたいなってっとダンスも歌もすごいあのすごい <laughs> クオリティの高いな,なんだろううーん語彙力が語彙力が。語彙力が 赤道好きってほんま今時の JK って感じやね <laughs> 今時の JK ですレボリューション <laughs> 好きな果物の絵描いて好きな果物の絵また来ました頑張ってくださいありがとうございますよいしょよいしょよいしょ のになりたい <laughs> ありがとうございますなんかこううん学校とか仕事とか疲れて帰ってきてあもうやだってなってる時に曲とか聴いてそのああも頑張ろうかなって思ってもらえるようなアイドルになれるかな <laughs> てんちゃんパフォーマンスってより人柄で人気ですあ本当ですか ふん2人セゾンの季節ですねああん、えー、ちゃんも SKE に来てほしいセゾンの MV 映像き麗本当に美しいですよねうーんあと最後に全員で歩き出すところとかすごい好きなんですよね あ歌,歌っちゃダメなんだよそう好きな果物をスイカ <laughs> スイカスイカです。ちょっと短かったかな？関西人やったら特技にのりツッコミも入れときゃいやのりツッコミ。普通に普通にできないんですけど <laughs>。あ、タキシードさんハート100個ありがとうございます。あ、ギフトの方全然見てなかった。 けんぼうさん、花束ありがとうございますたきしーどさんもハートいっぱいありがとうございます SKE <laughs> でソロコンサートって欅の歌を英語にして歌ってるメンバーえそうなんですねソロコンサートへぇー欅の歌英語にしたらかっこいいだろうな めっちゃスイカやスイカバーや <laughs> スイカおいしくないですかおいしい好きな芸人さん誰ですか芸人さんかうーんパッと浮かばないんだよな t u の推しもお絵かき配信して人気出たからお絵かき配信は継続しようか <laughs> そうなんですねお絵かき配信結構評判いいのかなその絵三角定規に三匹のアリアンな <laughs>。スイカですそのスイカに手足を描いてくださいよいしょ カバーも美味しいですよね坂 <laughs> 道と NGT 受けたって言ってたけど地元の NMB は受けなかったの NMB いつやってたんですか やってたら多分受けてたと思うんです。菅井優香さん、知的でかっこいいですね。ああ、そうですね。すごい。なんか人柄の良さがすごいにじみ出てる感じがして、チャプチェチャプチェ好きです。りょうさんはじめまして。えしりとりするかえしりとり。どうやってするんだ？<laughs> 一人えしりとりですか？かカペラさん、天さんこんばんは、こんばんはーありがとうございます。ああ誰もいっぱいありがとうございます。名前の呼び方がわからない、読み方がわからない。すみません。 スイカくん手がリアル <laughs> ちょっと気持ち悪いかな <laughs> スイカのアバターにしたいね <laughs>。バターしたいですね手足生えたけんちゃん絵うまいあ,ありがとうございますなんか言ってくださったら言ってくださったら書けるものは書きますよ けんちゃんも知的で落ち着いた感じです本当ですかありがとうございます落ち着いてるかな <laughs> お茶飲もう <coughs> NMB オーディションに気づかなかったな。きっと SKE に縁があったからだそうですね <coughs> 今はもう SKE に入りたいっていう気持ちだけ <laughs> ですね。五五一の肉まんね、五五一の指定なんですね。<laughs> いこうよ1位かよえ見えないななんかオオカミのかぶり物みたいなのしてるしょコアラ描いてコアラってどんなんかな北川佳奈ちゃんの絵は見たあ見てないですね ちと頑張ってねじゃあ仕事に行ってきますああ行ってらっしゃい頑張ってくださいてんちゃんただいまけんちゃんさんだ食べたい肉まんね美味しいですよね昨日ファミマ行ってスティックマカロン探しに行ったけど見つか…あ探してくれたんですね見つからなかったのか残念だ ホカホカ感 <laughs> 普段はどういうコーデしてるの好きなブランドありますかうんーなんか結構女の子っぽい服が好きでこういう服ちょっと珍しいんですよねなんかリズーリサとかアクシーズファムとか好きですこんばんははじめましておっ フォローさせていただきましたあありがとうございますフォローカメロンさんコアラとウォンバットの違いを書いてくださいえ、ウォンバットって何ですかムチがバレてしまうウォンバットじゃあ後で調べますねウォ <laughs> ンバット てんちゃんくスタンプ欲しいな欲ししいいなですか <laughs> スタンプ作ろうとしたことあったんですよねでもなんか難しくてやめちゃったな「用紙で帰るけどめっちゃハマったからまた遊びに来るねああありがとうございます」フリフリな感じそうですねフリフリなのが見,見るのが好きですオーストラリアにいるんやへえ オーストラリアかコアラコアラってなんだこコアラってなんだコアラってどんなんだ クオリティ下がってません。<laughs> コアラ、コアラですこれ。夢の国の耳が丸いやつかける。かけないですね。<laughs> えー、だ誰だ誰だ,だ,だよ。 わら <laughs> 何も見ずに書いてこれで <laughs> もうどんなんだったかなーオーストラリアでウォンバットに噛まれたうわかわいい感じの猫書いてください猫は得意です もう10秒で書けますよはいコメント見たいなコアラ <laughs> 俺の知ってるコアラはもっと可愛かったはず私の知ってるコアラももっと可愛かったはずなんです耳のついたアンパンマン <laughs> コアラのクオリティがやばい <laughs> うんコアラ難しい ミッキーが、ミッキーがどんなんだったか、全然思い出せない。何回も見てるはずなのに。天さん絵うまいですね。わあ、ありがとうございます。夢の国の蜂蜜が大好きです。ああの子もどんな顔だったかしら。 <laughs> なんかどどうした <laughs> やはり肉まんが一番うまいえー、スイカじゃないですか <laughs> 肉まんうまいですか <laughs> サインに猫の絵も入れようサインそうかサインかもしよかったらサインとかも考えなきゃいけないんだな <laughs> よだれ,よだれ <laughs> 悲壮感が漂うプーさん <laughs> プーさん口からなんか出てない <laughs> よ,よだれです <laughs> はちみつかな <laughs> ちょっと後で見本を見に行きますよ <laughs> あきたちゃんさん「いいねいいね」とかあるんだ いいねとタッコありがとうございますケンちゃんさんもタッコありがとうございますケン <laughs> ちゃんキャラ最高かよ <laughs> 欲しいサインサイン考えたいなあでもあれだ実名出しちゃダメなんだ <laughs> 彼は絶対可愛いからほんほんほん,ほんとですか <laughs> 本当にですか。たこ焼きくん。うん、たこ焼きくん。<laughs> たこ焼きを書けばいいのかしら。たこ焼きを。書くって。なんだこれ。<laughs> サインか、コサイン、タンジェント。 <laughs> ラ緒さんかわいいすっぴんあ,ありがとうございますすっぴんですねメイクができないんだ <laughs> メイクしてもらいたいなしてもらってショールーム出たいビリケンさんビリケンさんってどんなんでしたっけわたるさんこんばんは。 いい肉の日なのですき焼き食べてたので遅れましたあ、<laughs> いいですねすき焼きいい肉の日なのでねユニバの赤い毛むくじゃらのやつえー、どんなんだったっけ

焼きもよし、しゃぶしゃぶもよし、ステーキ、ステーキ食べたい。まだプーさんのよだれで笑ってます。もっと笑え。<笑>よだれ。ハーフアップしてる。あ。してます。してます。ちょっと髪の毛いじるの、ちょっと下手くそなんですけど。カラオケでよく歌う曲は何ですか。うん。 なんだろうなんか友達と言ったりしたら友達に合わせるけど <laughs> 一人カラオケではまあしさもとか欅坂さんとかいろいろですねリークなんていらないよそのままがかわいいえ本当ですか <laughs> けんちゃんのこと今日から画伯って呼ぶあれ <laughs> 特技絵を描くことって言ってた気がするんだけどななんで画伯になっちゃったんだろう <laughs> 絵心がありますねとっても上手やったユニバユニバ <laughs> ポニテ風になってますやんそうですねポニテはできないんでちょっとポニテ風に気持ちポニテよりみたいな ユニバの可愛いマスコット的な犬、あ。な、なんだろうと思った、一瞬。キャラクター弱いかもしれない、私。 熱帯夜とか好きわかりますわ <laughs> かりますわかります熱帯夜いいですよねあの歌っちゃダメだ歌,歌ってしまいそうになるあ、こんばんはしげちゃんさん制服ユニバしたことありますかないですねユニバ自体がちょっと私乗り物がダメなんでそう 一回友達と行ったんですけど「進撃の巨人」展やってたんで「進撃の巨人展」展なんか「進撃の巨人」のやつやってたんで行ったんですけど全然乗り物乗れなくて友達泣かしたことがあります <laughs> ひどいわコメントいっぱいありがとうございますだいぶ前の読んでたりするのかな は得意いやーできないですね可愛くて買っちゃうんですけど道具は「ガークって本来の意味は絵が上手い人のこと」あ,あそっか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 すいません褒めてくれたのかな髪型ショートにしたことありますかうんーなんかボブぐらいならありますね合格して握手会で熱帯夜歌っておくれあー歌います歌います一緒に歌いましょう ともんはわかるけど、司もはあんま主曲知らんから勉強してみるね。あ、本当ですか？いや本当に素敵ですよ。なんかなんだろう、曲に曲が一個の物語的な感じで、歌詞がリアルだしそあの、それをすごい可愛らしい声で歌い上げてくれる感じがとっても良いんですよ。<laughs> 進撃好きなんやあ。あんまり知らないんですけど。 アニメは見てますね <laughs> 乗れなくて友達を泣かせると <laughs> せっかく行ったのにっていうことですねこんばんは初見ですあありがとうございますテンです名古屋から見てますあ、名古屋なんですねゆうすけさんこんばんは初見ですあ、初めまして絵が得意合格やった 普段着スカートとズボンどっちが多い断然スカートですねスカートの方が好きなんで進撃の天ちゃん <laughs> 進撃の天ですどうもしょ乗り物用の怖いのあそうですねなんか拘束されてる感が怖いうん逃げられない感が将来派手髪してみたいですかああもういいかな もう一回染めて満足しちゃったからししゃものボーカルの子の声かわいすぎるよ、ね、そうなんです絶対恋フェチが好きな声だと思うんですよんなんだろうなんかこう歌う前の息吸う音とかなんか歌い方とか本当に好きなんですてん <laughs> ちゃんはじめましてあテてりーやさんはじめまして 北ちゃんさんさ急に鼻詰まった風とか大丈夫あ大丈夫ですか私は大丈夫なんですけど北ちゃんさんが大丈夫なのかあムードスターさんこんにちはあこ,こんばんは息吸う音めっちゃわかる <laughs> ですよねなんか気持ちこもってますよね息吸う音に初見です声かわいい。 エスカーパンダですす覚えますありがとうございます来てくださって何色に染めたの金緑ピンク <laughs> 結構すごい色に染めるないや今も染めてるんでまあちょっと地味ですけどちょっとししゃも勉強しようかな配信終わったら伝えあいいですねししゃもは良い。 出身地どこえっと大阪ですうん派手紙の写真見てみたいいやあの派手紙とかじゃなくてあの一回この色に染めたのでっていういやでもちょっとやってみたい感じはあるかもか一時期赤とかに染めてみたいな時期がありましたね <laughs> きた北ちゃんとりあえずししゃものライブ行こう <laughs> 誘ってる

いろいろアイテムくださってありがとうございますぼうさんテディベアみたいなやつありがとうございますケンちゃんさんもハートとかタコさんとかありがとうございますたくみさんもお花ありがとうございますきたちゃんさんもタコありがとうございますいお茶を飲もうすぐ喉乾くからあ,あ アメちゃん常備してますか <laughs> もう完全に大阪のおばちゃんイメージやんアメちゃんは持ってる時もありますおううん <coughs> 雨投げて、雨投げて、ウェーイ、<laughs> 雨だぞ。<laughs> エア雨投げ。テンさんは朝お強いですか？朝、朝弱い <laughs> 弱いですね。目覚ましが三個ぐらい持ってた時期があったんですけど。 ダメでしたね起きれなかった大阪の屋根標準語っぽいあーよく言われますね大阪ですでも特技関西弁って言っちゃってちょっと困ってます <laughs> 雨くれる雨どうなんだろう大阪のおばちゃんが身近にいないな <laughs> ウェ<ー>イ <laughs> ウェイ受け取れ初見ですわこんにちははじめましてアメちゃんはパインアメですよね <laughs> イメージが話早いけどキャッチフレーズとか考えてるキャッチフレーズそうなんか SKE48 さんのサイトを見たらみんなキャッチフレーズがあってそう すごいなんか名前とかにちなんでちゃんと覚えやすいキャッチフレーズがあっていやこんなんできんのかなって思って特技関西弁とはだよね <laughs> そうですねせ,せやなせやな関西弁やでー 研究生のうちは派手な髪色は難しそうねキャラにもよるけど髪色は常に賛否両論あー確かにそうですね難しいな髪色明るいと確かに目立ちそうだけどうん握手会でアメちゃんもらいたいなあ <laughs> げますあげますサイリウムカラーもあるあーえでもかぶらないんですかねあんないっぱいいてかぶりますよね サインかなキャッチフレーズあれ自分で一人で考えるんですかえ皆さん天才すぎません浮かばないんだけどそれはエセ関西弁では関西人なんだけどな <laughs> おかしいわねお絵描き得意あめちゃん大好きエントリーナンバー10ですイェイ <laughs> プーキャットさんはじめましてソーダちゃんに似てる <laughs> よく言われますね配信では握手会界ではコテコテな関西弁で接してな練習しますね練習練習いらないな関西人だから大阪の人って串カツあんまり食べないって本当ですか私は食べないですねあんまりうん環境環境 観光客の人とかがよく食べるんじゃないかなわかんないけど髪型決められてるから研究生はえ、そうなんですねもう髪型にそこまでこだわりはないので大丈夫かなそうだサリナに似てるかも <laughs> こんにちはこんにちは <laughs> こんにちはさんがこんにちはって言ってるこんにちは しサイあしサインじゃないんだすいません押しサイリウムカラーへーかぶらないのかなあ一1から3本のサイリウム色の組み合わせなるほど今のキャッチフレーズかわいすぎた <laughs> 本当ですかはい <laughs> 新たか可愛い,いあありがとうございますよいしょ串カツは食べへんで嫌いやないけどなあそんな頻繁には食べないですよねサイの色は大体好きな色。 そうななんですねなんかイメージで周りから決められるみたいな感じかと思った <laughs> 名古屋来たことあるこの前行きました向かったら名古屋名古屋じゃないなん名古屋って何県だっけ愛知 <laughs> バカがバカがバレるよバレるよに。 引っ越ししなきゃダメですね、うん、ずっとここから離れられんやん <laughs> てんちゃんの好きな色はえー、っとなんだろうなあのー、淡い色が好きです淡い色とかないかサイリウムサイリウムうんなんかミントグリーンみたいな色好きです おっと <laughs>。あ、愛知、愛知、愛知です。あ、ほら、合ってた。合ってましたよ。愛知って言いましたよね、私。<laughs> どこの子大阪です。途中でサイリウムカラー変えるメンバーもいるよ。へぇー。ありなんですね、そう,いう。引っ越すの引っ越しますね。引っ越すことになりそうです。愛知だよ、大丈夫か。愛知県。ん <laughs> すいません。 うん、SKE もかもあ本当ですかで名古屋県かなって <laughs> 違う違うけど名古屋県こんばんは2回目ですあありがとうございますよいしょずっと3本持ちなんで指が公園終わりは必ず痛いあそっか推しメンがサイリウム3本の人だったら3本持たなきゃダメなんだはあ 名うんうんうんよいしまでは新幹線通勤新幹線通勤ってすごいですねお金もすごい大変だし時間もかかるし新幹線ちょっと苦手なんでね新幹線通勤は無理だな 大阪の人はよくフグ食べるのえ、どうなんだろうフグ私は食べたことない気がします愛ちゃん大阪からだと東か西かわかるいや、前行ったんで東ですねよかった、間に合ったあありがとうございます幼く見られないいや、そんなことなかったんですけど配信始めてから結構言われますね 幼く見られないって。初見観覧、あ、ありがとうございます。八戸さん。名古屋県はたまに聞く。<laughs> 名古屋がちょっと目立ってるから。せいやさん、はじめまして。店頭申します。味噌カツ食べれる。味噌カツ。食べたことないかもしれない。え、でも好きだと思います。絶対。大阪は一部名古屋が嫌い。え。 半分持ちは武器持ってるみたいになる <laughs> そうですよね <laughs> 境には来たことあるあ、どうなんだろうなんか通りかかったみたいな感じだった気が SKE も県外の子多くなった県外の県,県外あ、そうなんですねあ、はじめまして 来てくださってありがとうございます元気ですあ、だるまが飛んでるわーアイテムいっぱいありがとうございますおはぎさん、おはぎさんだるまありがとうございますいょちょっと、見るの難しいなこれ この前名古屋行ったけどご飯めむっちゃおいしかったであーいいですねあの手羽先食べましたおいしかったですめっちゃ手羽先食べたくなってきたーおお東で正解いやよかったさすがにそこ間違えたらちょっとね <laughs> 信長も秀吉も家康もみんな一あそうなんですね 気になってたので、わあ、ありがとうございます。二人で六本持ってたとか言えない <laughs>。もうもうじゃ、こうこうですよ、ね。トウくんさんこんばんは。皆さんやべえ顔タイプだわ。あ、嬉しい。本当ですか。こんばんは相談に似ているね。配信でよく言われます。 ちょっと画用紙に日本地図を書いいてもらえないだろうかちょっとバカがバレてしまうじゃないですかあと <laughs> で書こうかなコメントを読み終えたら「天むすおいしいよ」あいいですね天むす大阪といえば551の肉まんうんいいですねでも551はあの餃子もいいですすごいシャキシャキしてておいしいです お19位にあ本当ですかやった僕は天文学者かもしれない君という星を見つけたかっこいい <laughs> 手羽先手羽先俺も好き美味しいですよね手羽先用意しておきますやったタイムラインにしとくとギフトとか見やすいよえ、タイムライン あこれでできるのかわっありがとうございますめっちゃ助かった名古屋はひつまぶしもおいしいよひつまひまつぶしひつまぶしひつまぶしってなんだっけ再びこんばんはあーまた来てくださったありがとうございます サイ六本持ちだとそんな感じ五五一シュウマイも好きあ五五一シウマイか食べたことないかもココイチはココイチ好きです <laughs> あコメントめっちゃ進むなこれ日本人なら日本地図描けるでしょいや分かってるんですけどちょっと絵には描けないかな 五五一の餃子は初耳よ。あれ?。五五一じゃなかったかな。五五一だった気が。初見なんだけど、あ、はじめまして。なおさん。声好きなんだが、ありがとうございます。声。嬉しいな。愛知のたこ焼きも美味しいよ。あら、大阪に勝てますか。<laughs> あ、りょうさんハートいっぱいありがとうございます。 はシューマイがうまいあシューマイ押す人が多いあコメントが終えていないすいませんありがとうございますいっぱいなんて読むのかなどうどうみょうじさんありがとうございますバラのお花新幹線で大阪から名古屋,名古屋通る県は うん、いや私京都通ったと思うんですでも京都ってちょっと遠回りというかこ,こう行ってたんで京都通ってそっから分かんない <laughs> ハート100個突破ありがとうございますハートハートハートなんかこういうのしてますよね女子高生たち つまぶし、うなぎ、ほう。すかすかさん、今から見ます。ありがとうございます。わわ、アイテムがいっぱい。北ちゃんさん、ね、ねえぽん。梅ねりさん、ありがとうございます。アイス、アイス食べたい。 車窓からお金みたいなやつが来てるありがとうございますたこ焼きは大阪に買ってる気しない <laughs> 関西弁ではあまりないですねそうですねでも特技関西弁って言っちゃったんですよねロストマンさん モンンブランありがとうございます俺はイカ焼きが食べたいなイカ焼きって何かイカのイカ焼いたやつとなんか生地みたいなやつとないですかあれイカ焼きだったかな境の車窓からさんハートもハートもくれた ありがとうございます大阪弁でお願いします <laughs> ちょっと大阪弁で行こうかななんか前もちょっと大阪弁で喋ったことが君も女子高生あ、だいぶ前のコメント読んでる気がするこれアイスクリーム好きなアイス好きですね今の読まれるのは恥ずかしいいや、いいコメントだと思ったんで <laughs> チョコミントアイス食べるチョコミントはダメだチョコミントはあれは歯磨きだ関西人なのに特技関西弁って謎すぎる <laughs> いやーまあまあ素で喋れるんで特技かなって思って「たこ焼き大好きツイッターアイコンどこかのたこ焼き」あそうなんですね 小やきめっちゃ好きやん。日がつけば三千五百。え。本当だー。ああ、ありがとうございます。三千五百人見てるー。<laughs> 見てるー。 もっとこってこての関西弁希望じゃあ一回一回敬語なくしますよいいですかええでもな失礼じゃないかなおいらもミント無理なミント美味しくないよないやミントミント好きな人もいるんやからあかんあかんミント好きな人ってもうなんか熱狂的に好きよな 初見です。わあ,ありがとうございます。初めまして。見てるー。<laughs> 敬語使う。敬語、敬語嫌いなの、みんな。<laughs> 敬語。関西弁が好きなのか。 チョコミントそうそうそうチョコミントがいるやん関西弁関西弁がなんか不自然な気がほんとなのに関西人なのに私 <laughs> ここのみんな優しい方ばかりやから敬語とか気にせんでええでほんとに優しいほんまそれっていう言うほんまそれ <laughs> チョコミント 伊勢関西人いやもう本当に大阪だよ <laughs> 天さん冬でもアイス食べる派ですか全然食べるこたつの中でアイスとか食べるね暖房めっちゃ効かせてアイスとか食べるね <laughs> 連れ感覚嬉しい <laughs> 嬉しいんですかああ嬉しいんか でもミント苦手かなミント好きな人なかなかおらんなここあの歯磨き粉を食べている危機感がたまらないのだがら <laughs> <laughs> なるほどななるほど分からんなこたつでアイスは神うん自分も毎回食ってもうんま毎日 面白い話しないと関西人と認められへんでええー、むちゃぶり <laughs> 大阪の人間が紅生が嫌いなわけないやろ <laughs> 紅生が嫌いな人多いですってあお多いって新幹線が通過するのは 京都府と滋賀県と岐阜県だよ岐阜県ってそんなとこにあったっけ俺的にはさん付けも外してくれたらなるあ本当に北たちゃんでいいの何神社って読むんだろわかんないから行ったことないな多分ミントは好きになれなれやんなうんミントねちょっとなんだろう大人な味だよねうん ミント苦手ミント好きな人はいないのかケンちゃんさんアイスありがとうございますアイス食べたいなアイスって結局何が一番人気なんだろうね、うん、女子の冬でもアイス食べる率は異常 <laughs> そうなんやハ <laughs> ッカーメとかダメな方よう分かったな 敬語なくしていい感じにになってきたで本当にいい感じかな、うん、女の子の関西弁は癒されるほんまにちょっといかつい感じせやんコメントのすべてに突っ込もうなんでやねんミントは人間の食い物じゃねえよ <laughs> めっちゃ言いますやん俺もさんづけなくしてほしいケンちゃんケンちゃん 紅生姜の串カツがうまいと美味しいと聞いたけど違うの紅生姜入ってる時点でちょっと紅生姜北きたちゃんきたちゃんアイスありがとうこんばんは初見ですありがとうしょあめっちゃ進んでるチョコミント好きな人バニラが一番好きピノ <laughs> スーパーカップ1位えー、ハーゲンダッツじゃないんやよいあごめんねコメントが結構進んでるからありがたいことに今無言で読んでる敬 <laughs> 語なくすと関西弁やそう敬語なくすと関西弁やね大阪人やから。 もし,ベし紅生姜入りのアイスがあったら食べれるまずい <laughs> 今想像の中で食べたけどまずかったミント最初だけですよ怖いのはうーんいやーずっと怖いわ <laughs> ハーゲンダッツのマカダミア仲間 関西面てなんでやねんとほんまそれで会話成り立つからよほんまそれはほんまに使いやすいよなほんまそれって言っとけば会話進むと思う今の感じの配信ちょうどえあほんまに ?31 好き大好き安くて多いからなうんうんうんスーパーカップかな雪見大福あ雪見大福もおいしいたこ焼き味のアイスとか <laughs> 斬新斬新だね 私やねんな一人称は私やねんな <laughs> うちうちほんまそれエビ入りのアイスよりはいいと思うエビ入りのアイス嫌だなほんまそれ知らんけど <laughs> 知らんけどもよう言うルマンドアイスあ食べたことないかもサーティワンでは何が好きあの しわしわしわパチパチってやつ聞いてると自分と好み一緒チョコスケさん覚えた <laughs> 俺も紅生姜がは20歳過ぎてから食べれるようになったわあーやっぱ大人の味なんだなじゃあ今から家の前に最低を立てるな <laughs> やったぜマカダミア 君大福半分ちょうだいはもうもう殺されるで2分の1やからな <laughs> 半分はあかんわ <laughs> ホッピングシャワーそれぎっしり満足チョコミントチョコミントにはチョコミント嫌いにはもうたまらんなたまらん。 人わしでいこうかわしめっちゃ独特なキャラになってしまうホッピングシャワーそうホッピングシャワーだジンジャーエール好きあなんでやろうお寿司は何が好きダントツでマグロあの犬チャウチャウとちゃおチャウ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 ん <laughs> でも聞いたことある許されるのはピノまでかあピノだね ピが妥当だだね1個ちょうだいはは半分半分ちょうだいはあかんか雪見大福1個ちょうだい半分ならあげる半分1個の半分だいぶ緊張感取れて自然な感じになってきたね見ててすごい楽しいよ本当によかった私もちょっと楽しくなってきたな前も楽しかったけど緊張でちょっと覚えてないから何喋ったか わし、はあ、とか言うアイドル嫌や <laughs> ほんまにわてわてわしピの星形出たことあるあるある写真撮った気がするな一人称 Y で <laughs> 雪見大工持ちだけちょうだい <laughs> そんなねだり方する人初めて見たなピノ100個とか食える100個は無理かな <laughs> 20個かなインコアイスとかもあるよえっどんなアイスはいあめちゃんポーズもあめちゃんポーズってなんだろうああめを食えのやつ <laughs> わかんないも,う素でいこもうだいぶ「す」が出てきたわ,わわわわわあコメント普通に読んじゃうね全部読んでるからね。 パンに飯食べるときは携帯やめって怒られたあ飯食べてたんか <laughs> 雪見大福半分ことかラブラブやんけうまいやな20個もかなりやで二十20個頑張って20個かな白こ琴のちゃんがピノ100個食べる橋100個やばすごいな シやンヤン言わへんかな敬語やめてからめっちゃ自然でいい感じ好きほんまにやったねえでも初見の方とかさなんだこいつ失礼なやつだなって思わないかな10番ちゃんのニックネームは何ですかテンですテン テン,とかテンテンとかテンテンあんまり浸透してないんだけど気に入ってるんでテンテンもぜひインコの餌と餌とかになる雑穀やひまわりの種とか混ぜてるアイスへえそんなんあるんやんもう慣れてきたやろみんな暖かいやなうーん暖かい雪見大福全部ちょうだいハート 殺されるで <laughs> 全部全部あかん全部あかん「やんやん」でつけるのは三重だけへえ三重はつけるんや思わんてん最初は丁寧にやった方がいいかも、ね、あ初見さんにはやっぱり敬語で「んて <laughs> かわいらしい「てん気に入ってんねん天も気に入ってるけど 大丈夫だよ。ありがとう。今回のオーディションで一番応援するからね。ありがとう。ありがとう。初見です。あ、磯さん、はじめまして。てんと申します。駒のうさん、声かわいすぎるね。ほんとに声を褒められるな、この配信。嬉しい。てんてん広めめを。そう、みんなてんてんって。 呼んでねてんちゃんもいいけどうん、うん、てんそうだてんっていう動物がいるって聞いたななんか初見ですよろしくお願いしますカズさんありがとうございます来てくれてめちゃ拝むやん神社かきたちゃん <laughs> ありがとう てんてん <laughs>。初見だったけど、呼び捨てためでかまへん、よほんまに。せいや。せいやさん <laughs>、つけちゃうな、なんか。てんてんは。昨日誕生日迎えました <laughs>。ありがとうございます。ハッピーバースデー h d a y to you。今日は何時まで。決めてないんだよ。何時までがいい。 部活中に無理やり見てますえっ部活まだあんのかずぴーっていうのでよろしくあよろしくお願いします声かわいい歌とか歌うの歌歌おうかなちょっと後で歌いたいな「てんちゃん」って言われるたびに反応してしまう「てんちゃんとけんちゃん似てるよな」「てんちゃんはどこ出身大阪大阪」うん <laughs> ううる、うるせえやつらって読むのこれっててのこれなんか名前だけ見たことあるって感じ気になるけど見れてないって感じかなず <laughs> っとやってほしい朝までいやありがたいな21時ギリギリまであでも私22時までできるよ一応あカかくんハートありがとう 兄弟弟いいいないの弟が一人います磯さん歌審査はあったの多分あると思うな心を込めてハート100わーい今日は香るためにギリギリまでやっていこうそうだね最後の方に何か歌いたいな言うてそんな年変わらへんからあそうなんか千歳さんまたねまたね 30年以上前のアニメだからねあそうなんだでも女の子可愛くて気になってるんだよね <laughs> あしもうた365時間やった <laughs> もう喉がカラカラになってしまうお兄ちゃんここにおるであそうやったそうやったお兄ちゃんがいっぱいいます 最後まで見る本当にでも結構長い間やるかもしれないあでも9時10時ちょっと喉が大丈夫かなお茶ないしねあんまりなんかこうどっか行かない方がいいと思うからうんしばらく SK のし姫いなかったけどてんちゃんにさあほんまに押してくれるありがたい ケンちゃんは ATM やない <laughs> ?ATM?ATM?SKE の押しめっているのいやあ、あんま詳しくないんで何とも言えないんですよね。すいません。申し訳ない。でもあの無意識の色のでセンターにいた子センター、その真ん中にいた子がなんかいいなーって思ったんだけど、なんて名前の子なんだろう 変わらんって言うても僕四つ上やけ変わるじゃないですか <laughs> 弟を走らせてお茶持ってきてもらおう <laughs> なるほどゆななゆななさんゆななさんねゆななさん あの方はすごいなんか惹かれるものがあった惹かれるものが可愛いなって思ったうん <laughs> 気になった方は右上のフォローお願いします <laughs> ありがとうございますああ敬語に戻っちゃってる卒業しちゃったけどあ卒業あなんだなんだそっか <laughs> んか何人いったら歌うとかにしてみようかな。何人いくかな。毎六千人ぐらい行って、六千人いく、いいうんどうだろう。 あ、さきさんフォローありがとうございますユなナは意外にマンゴーのセンターだったえー、意外にマンゴー意外にマンゴーの衣装が好きだった気がする YouTube とかにあります俺がお茶くみすりゃいいんか <laughs> お願いしてもいいかな <laughs> せいや変わらんいや変わるわ結構でかいよ5000人だな5000人5000人いくかな普段使わないくらい関西弁出してた方がいいよあ,あでもえせ関西弁っぽくなっちゃいそう <laughs> 順調に順位上がってるほんまあ十18位や17位まであと 1543ポイントおお <laughs> でえポンさんテディベアみたいなクマちゃんありがとうございますよいしょえくぼかわいいあありがとうゆななとてんちゃんと同い年だとえうそマジかあんなキラキラできるかな 意外に孫 MV 水着あれそうやったっけそうなんや大阪は水道から明石焼きの出汁が出るんでしょう <laughs> 出たらいいないや出てもそんな役立たないかな水道からジュース出てきたらいいなって思うけどねあねえポさんアイスもありがとうございますああ、ああ,ありがとう えエセやったんやないの <laughs> エセじゃないですてんちゃん今日初めててんちゃんを見たけどコメント半分近く読んでくれてありがとういやもう全然読めてなくて申し訳ないでも全部見てますから配信回数で決まるのかなん何が何が結果かな配信回数でだいぶ変わりそう 目褒められるな配信初めてから <laughs> 水道ベタベタやね <laughs> お前ミックスジュースミックスジュース飲む飲みたいまあ気にせずにめでためでいくわ ねんうめっちゃアイテムくれるすいませんありがとう苦手な食べ物あるの結構あるななんだろうパッと浮かばないけどセ,セロリとかセロリは食べ物なのかきたちゃん誰もありがとうチャームポイントはどこエクボ <laughs> 歯並び歯並び悪いんだよなほんといいよ敬語ない方がほ,ほんまにいいかなうんすっぴんでそんなに可愛いんだからメイクしたらめっちゃ美人になるなそうだといいんだけどねメイクうんどうなんだろうあでも褒められた嬉しいありがとう十7 1 7位 もう本当にみんなのおかげいやそう実際そうなんだけど本当にあほ本当にありがとう本当にもう <laughs> そのエクボいくらで買えますエクボを買うってエクボ買うんですか配信の順位が下でも選抜入ってる子はいるからねあそうみたいよねあ愛媛なんか愛媛そういうイメージがあるすじゃぐカから ポンジュースおうおうおおーかわさが雪見大福レベル本当に雪見大福相当かわいいよ目指せトップ当選スピンでも勝負できるよいや、さすがにもうこっからメイクとか練習するんで頑張るよけんちゃんハートありがとう 24円くらいから17円あすごいなもう嬉しい嬉しい嬉しいハーフツインテン似合いそうハーフツインテンって何ちょっと調べよう後でえスすっぴんなのどんだけ可愛いんだ <laughs> ありがとうてれるえくぼオークションじゃオークションで売らないで私のチャームポイント <laughs> 1000円から売らないで ご飯食べ終わっておかえり天天でんでんこのまま勢いに乗って動くやな合格したいな <laughs> メイク配信あメイク配信いいなそう昨日どんな配信がいいかなっていろいろ考えててんけどメイク配信なるほど私がこうめっちゃ苦戦しながらメイクしてる様をみんなに見届けてもらおう うん、このままでも十分可愛いですがもう照れ照れる感じ得意漢感じは読むのは得意やと思ってるほっぺが雪見だいふく褒め言葉いや褒め言葉って受け取られへん場合あるよそれ <laughs> 雪見だいふくの話して,て食べたくなったからこれから食べますあいいですねあいいいいいいね あ、五千、五千いった五千いった五千人見てる <laughs> コメントよかったらしててくださいね歌あもモグモグ配信なるほどねご飯食べてるとこ見られるのって恥ずかしくないちょっと分からんかなメイク失敗してもそのままで <laughs> 五千だー。ごマンナンさんダルマありがとう。あダルマめっちゃくれる。紅ニショが克服配信。<laughs> 面白そう。あとチョコミントやな。紅ニショがチョコミント克服配信。 よいしょ喫茶店で会社の先輩に見つかって配信今まで見れなかったあ喫茶店で見てくれてたやなそうさっき言ってたよな <laughs> また来てくれた嬉しいネえポンさんなネーポンさんな,さんなちょ見えへんあんまりネポンネポンさんハートありがとう。 顔半分だけメイクするとか、あめっちゃいいよ。こうこうな。スマイルください。<laughs> スマイル。うんうん。たくさん本当に読んでくれてありがとう。あ本当にちゃんと読めてるかな私。 ロシアンシュークリーム配信ロシアンシュークリーム1人で1 <laughs> 人で1個ずつ食べていってうわーって「テンテンマジ人気出るなほんとにもう嬉しいなこんないっぱい来てくれてやっぱ長くした方がいいんだね」 家帰ってきて w i f i おお w i f i つながった何時まででも大丈夫やでおっと22時までやっちゃいます <laughs> てんちゃんの書いた日本地図が見たくて震えてるあら震えてるなら書かなきゃダメじゃないですかああでもコメントがいっぱい来てるなうんうん <laughs> コマンさんんもいいっぱいありがとうなんですっぴんなでメイクができないから下手くそやねん待って見逃したから見逃した何がやろあんまりアイドルとかうんーな何やろさそう,そう興味なさそうって言おうとしたんからどうしてオーディション受けたんですか キャーキザカ46さんの影響ですねアイドル好きなんですよあアイドルっていうかキ坂キザカさんが好きでそううわアイテムめっちゃくれるうんありがとうレポーさんコマノさん <laughs> ありがとあスマイルねスマイル <laughs> 日本地図 うわ <laughs> 待ってくれ北海道から事故った <laughs> どうですか <laughs> ちょっと北海道から <laughs> まあまあまあだいたいわかりますよねわ,わかるよね四国四国はねこの辺にちゃんとあるから結構うまいほんとにやったー意外とシンプルシンプルだよえ四国四国だってこの辺だってえ四国ってこの辺じゃないの 遅刻忘れてないよ大フフフフ全体的にあそっかつながってるから合体しただけそうそうそうちゃんとなんとなくあるんだよここら辺に <laughs> 九州から離れてる九州ちょっと強調しすぎたかな四国のファンいなくなるああ待って待って忘れてないよプーさんのよだれ <laughs> これだね大阪はこの辺 この辺かな <laughs>。うーんまあいいんじゃないかなんちゃんこんばんはあこんばんはゆうさんよいしょ SKY−U 面で欅キ,キファンいたっけ乃木坂ファンいたけどあ欅キ,キファンいないのかな あんまり香川どこ香川って香川ってこの辺こ,この辺じゃないかなこの辺の何か <laughs> うん沖縄もあるちゃんと沖縄も書いたよ点点勉強しような <laughs>。 勉強するわやこれでもね頑張って塾とか行って勉強とかしてるんだよねうん <laughs> マジックで指す範囲が広いは思ったオーディションは初めてえっと2回受けてます NGT と坂道合同 STU 激おこぷんぷん丸ああごめんなさいごめんなさい <laughs> そうだ 瀬戸内海がないね地理苦手かなあその通り千葉県は千葉県千葉県はこの辺かな天が白やどっちの意味なんやろ文 <laughs> 系理系あーもう文系やな理系に憧れてってた時期もあったけどもう15位 な、えー、なるかな昨日も塾だったんだよねそう昨日も塾とあとお母さんと岩盤浴行ってた <laughs> 瀬戸内海が消えてるのがそう瀬戸内海だねおおコメントがめっちゃくる世界が分かればええか。 スケイのオーディションだからそうだねねっぽさんアイスありがとうククの苦手な子もいるからあクク難しいククたまに忘れるよね看板よくいいでしょうこんばんはナル,ナルピーおじさんソーダさんに似てるね よく言われますお母さんいくつお母さんいくつだったっけえみんなお母さんの年齢とか覚えてる頑張浴って渋いな <laughs> 渋いかな頑 <laughs> 張浴ってよく行くのうんそうだね結構行くなあこんばんは食欲睡眠欲頑張浴,岩盤浴 まあまさか長屋の場所は大丈夫だよねそこ疑い出しちゃう前言ったから大丈夫だよここ,この辺この辺この辺なんか違うなこの辺かな英語は得意うーん苦手かな なんか全部法則に従ってたらいいんだけどさちょっとなんかたまに外れたやつらとかいるからさ <laughs> お母さんの年齢覚えてるええー、何歳で生まれたって覚えてるあーそっか確かにお母さんの干とえな、ー、何だったっけ <laughs> 時計読めないい高校生もいるのか時計は読めるよこの辺が広いんだよな得意科目は得意現代文かな東京名古屋大阪全部その辺やうん <laughs> その通りや。 頑張ってね、わあ,ありがとうグーグル通訳があるからそう通訳が頑張ってくれるよこれからの時代歴史の暗記は嫌いなんかドラマその裏のドラマとかが分かるのはいいけどひたすらなんかあ覚える感じの歴史は嫌いかな駒野さんハートありがとう英語で曜日かける ちょっと危うい針の時計読めるなら安心だでもパッと見てすぐに判断するのは無理かな得意科目が真反対すぎてくさほんとに作者の気持ちわかる選択肢だったらわかる <laughs> てんちゃんのチャームポイントはエクボです読めるのはデジタル時計だけの可能性 <laughs> デジタル時計だね家にある入ったらファンもやし立ち位置もやし覚えることばかりやなあーそうやなー覚えるの得意やったらいいねんけど <laughs> 歴史は社会人になってから面白いと思ったあ本ほんとにか大人になってから勉強したいってなる人多いって言うよねなるのかな私も大人になってから勉強しとけばよかった サンタさんいつまで信じてたサンタさん今も信じたい <laughs> いや信じてないけどうん小6ぐらいかなえボ可愛いなありがとう1週間は英語で言ってみよう本当にいやちょっと恥ずかしいからやめとく <laughs> 間違えたら恥ずかしい「てんの目が好き」で目褒めてくれたよね あと19時とか分かるあそう19時とかがね分かんないのなんか予定入れるじゃん配信のあれがさ7時からにしたいんだけどなんか17時にしちゃったりするんだよねよいしょ コメントありがとう通信に失敗しましたって出たけど大丈夫通信できてる <laughs> サンタ候補生ですあサンタさんいしょ恥ずかしいんやなくて言えないやろ <laughs> まあ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 、まあ、言えるって言えるって多分ちょコメントがいっぱい来てるからさ言わないだけだよ 12そう12を足し引きすなるほどね電車の上りと下りわかるえ上りと下りって何やばい分かんないパターンだおーコメントがコメントがすごいありがとうアイドルやると曲テスト必ずされ されちゃうぞ。マジか。なんか7の段とかちょっと危ういよね。6000。に見てる。これ毎回やるの見てる？大変だと思うけど、頑張って、ね、ありがとうございます。明日とか配信やるのあ、明日ね。明日も塾なんだけど、塾だからちょっと遅くなって17あ違う。 ま,また間違えてるよ10 19時半からになると思います1月から12月英語では無理だな <laughs> よく見るテレビ番組はああよく見るテレビ番組は私マツコ・デラックスさんがめっちゃ好きなんでマツコ系は大体見てますね アイドルらしい答えならまるさん私のサンタさんねわアイドルだ今夜もエ英握手しようよろしくお願いします歌うあ歌おうか英語やばいバイト中は明日の時間あ,あそっか マツコの知らない世界好きうーんわかるいいよね夜更かし見てる夜更かしは大体リアルタイムで見てる見てる歌おうかうーん何歌おう AKB さん歌おうかな 雑な投げキッスお願いします <laughs> どこ飛んでったんやク <laughs> ロ大きいねほんとに大きいバイトだけど見るね <laughs> 大丈夫かバイ,バイトお笑い芸人誰が好きお笑い芸人そう結構聞かれるな「東京0 3んとか好き三三三。 言い訳メイ歌いたいなあああああゆうさんリクエストしてくれてるああでも歌えるシーンがないな歌詞があらぬ方向に飛んでいった握手会でウインクしてねウインク下手くそウインクならできるよ しぶいえー、どうしようどうなんだっけ言い訳名誉み,みんな歌ってって急 <laughs> いそうになったけど <laughs> 歌えない歌えない通話じゃないんだからこれ言い訳名誉サビだけ最初から歌おうか最近結構聞いてるんだよね言い訳名誉ウィンクえっ出だしなんだって 一番最初のこれスマホで撮ってるんだよねそうパソコンでやってスマホで調べたかった「いつもの道を走る自転車」「立ちこぎの汗が揺れる」「9月のそよ風休みの間会えずにいたら」 うん、君のことが気になってきたんだただの友達と思っていたのに <laughs> 今すぐにでも君に君に会いたい maybe maybe 好きなのかもしれない 青い空には雲は一つもないメイビ m メイビ e 好きなのかもしれないそれが恋だと分かってるけど言い訳メイビ e ありがとうございます <laughs> ああコメントありがとう ちさんだるまありがとうおおーめっちゃコメント来てるあパチ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 わーありがとう,うあんまり歌そんな得意じゃないんだけどあ本ほんとにおおーおーありがとう合格 <laughs> いいねハート100個投げたよごちさんありがとうケンちゃんありがとうケンちゃんさんケンちゃん、はあ嬉しいおむ <laughs> カラオケ何点ぐらいやくなんか機種によらない機種による振り付きで見たよあ言い訳メイビーに、ね、振りめっちゃ可愛いよねどどなんだっけわ <laughs> かんない <laughs> てんてんごめんねサマーとかあー歌えないちょっとかリクエストがあったら覚えてきて歌うのでうわあめっちゃ褒めてくれますやん 振り合ってるこんなんだっけなんかハート希望あちょっと待ってねおお希望的リフレおお制服おおおおおおお 最高もうこれは合格だなうわありがとうございます16位になっはーありがとうございます無意識歌える無意識ね前前歌った無意識の色もう一回歌おうか <laughs> 僕は知っている「大声ダイヤモンドか」か しまっておけないをえたイヤモンドみたいな歌声すごいですこれならば大丈夫かもほんとにでもなんか最初がダンス審査なんじゃなかったっけダンスがちょっとな怖いなおおお,おコメントありがとう 進撃のてんちゃん <laughs> 48系だけんあんな歌えるのあそうそうそうねぽポンさんハートありがとうバラの花もバラかなこれありがとうてんちゃん運動神経はうんーダメ <laughs> すごい分かりやすく言うとダメ太陽の子聴きたいちょ,ちょっと待ってね とりあえずえっと「ごめんねサマー希望的リフレイン枯葉のステーション制服レジスタンス僕は知っている」はメモしたからとりあえず覚えてくる頑張ってケンちゃんハートありがとういっぱいありがとう15位に上がりそうですねお本ほんとにあ本ほんとだ 嬉しい予報。五キロメートル遅いもんね <laughs>。ありゃーそうだね。十二秒かかるね。楽しみにしてる。ありがとう。寡黙な月、寡黙な月？寡黙。枯葉は最高です。<laughs> 前前のめり。はい、締め切ります。はい、締め切ります。<laughs> <laughs> ありがとうね、いっぱい歌え、あの曲教えてくれて。今日一日で点点急上昇やな。いや、本当に。あの、皆さんのおかげだよ。ありがとう。はか君、誰もありがとう。 今日はラストまで頑張る系えー、っとあ本ほんとだもう10時まで頑張れそうじゃないかないやでもちょっとお茶がねなくなってきててそう30分ぐらいまでにしようかなうんでもせっかくこんな来てくれたし最後までやりたい気持ちあるけどね走って12秒は逆に難しいけどそんなことないそんなことない。そんなことない 多分調子悪い日に測定したんだと思うよ <laughs> わかんないけどあー、かーくん誰もありがとうよしあ、あこんばんは、初見ですあこんばんは、はむかつさんこまのさん、ハートありがとうフォローしたよ、わあありがとうございます 知らないうちに話し方が自然になってる <laughs> そう敬語やめていいよって許可を得たので22時まで頑張る頑張ろっかな頑張っちゃうかな私が明石きの出汁ついだるん <laughs> 明石焼きの出汁かラストまで付き合うよわあありがとうママさん見てたりしないのめっちゃ見たいって言ってたんだけどやめてって うん、見ないよ、見ないよって言ってたけど、絶対見てると思う。この配信はお茶次第です。閉店。<laughs> そのコップ一気は、あ、多分一気は、すごいよ、わかったね。こんばんは、フォローしました。あ、ありがとう。調子よかったら、何秒、うん、六秒とかかな。<laughs> あ、コメントだいぶ前の読んでるかも、また。 やる気が出ない体操やる気が出ないやる気が出ない <laughs> あ、お茶ペットボトルごと持ってきたらいいの本当だお茶変顔できる変顔変顔ね、なんかみんなで変顔しようって言って私だけすごいなんかちょっと可愛いこぶった顔するから すごい怒られるタイプ配信明日も見るありがとうママに嘘ついたことあるパッと思い浮かばないなでもお母さんだいぶ仲いいからあんまりないかも15位ありがとう今日はどんな服なの これね、後ろが可愛いの。見える。可愛くない。可愛いよ。あ、こっちさん。ティティウア、ありがとう。だからね、ありがとう。ありがとう。五十メートル六秒なら、今すぐ。 わー今すぐ体育会の部に入るて <laughs> ん天ちゃんの勢いやばいほんとに嬉しいな写真写る時一歩下がるタイプ <laughs> 変顔全力で変顔なん恥ずかしいじゃんからちょっと舐めた変顔しちゃうからあんま慣れてないんだよね そのパーカーカ見たことあるぞなんか結構みんな着てるみたいみんな着てる <laughs> なんかそう友達のお兄さんが着てるって聞いて写真あげてるのを見てあ可かわいいって思ってだいぶ慣れてきたねうん慣れてきたモノトーン好きモノトーン好きなのモノトーンの絵とか結構描くのあっ70007000人見てるー こんばんはてんちゃんがテンションを上げるのはどんな時どんな時だろうアニメ見てる時とかゲームしてる時のテンションおかしいと思うさっきもなんか弟とマリオカートやってたんだけどずっとテンションおかしかった <laughs> 見てるありがとう1万人突破したらもう「ありーな」ってやりたい <laughs> 好きな色は何かチョコミント嫌いなんだけどチョコミントみたいな色が好きだななんだゲームするのうん結構有名どころはやるかなあの「キングダムハーツ」欲しいんだよね見てるよ7,000人記念にもう一曲 <laughs> 考えておこうゲームは容赦ない派 いや、下手くそ派。容赦しなくても下手くそ派。アニメ何見る今季とか。今季はあんまり見てない。ドラマばっかり見てて。弟さん何歳何歳だったっけあいつ。<laughs> スイッチ持ってるスイッチ持ってる。あの、弟が。マリオカート誰選ぶ兵法弟と仲いいね、割と。兵法かわいい。弟は中2かな ゲームに向かっていたとか叫ぶタイプですか叫ぶ叫ぶ見てる見てるは恒例行事にします <laughs> ペパーミントグリーンはあ、うん、モンハンとかあモンハンは一回なんか 3DS のやつ買ったんだけどマップが覚えられないのとモンスター怖いのでやめちゃった。 ピエズームね持ってないんだよねああキングダムハーツねやりたいんだけどな本体を買わなきゃダメなんだな1万人突破したら1万人の前をするのが SKE のお約束一 <laughs> 1万人みたいなこんばんは初見ですあっ玉よさんはじめましてんです弟はこぶうん <laughs> 弟はこぶんだな ど奴奴隷隷だな奴隷せいやさんでは好きなアニメはうーんさっき言ったのはアイドリッシュセブンだけど他なんだろうなアニメにはまったきっかけは配給だった気がするスマブラ何使うえっとねうーんピカチュウかなピカチュウだったかな何使ってたっけうんかか可愛さだけで選んでるかな盛り返してると体も動いちゃうわかる。 うん。<laughs> はい、マリオカートでテレサかピノキを使います。あっ。テレサ。テレサさ、なんかもう車から浮いてて面白いよね。あ <laughs> <laughs>、ね、<laughs> <laughs> わ,わ,わわわ。コメントありがとう。 ウれはあかん <laughs> うそうそ可愛がってるよ声消してみると小学生に小学生はないわ中学生せめてソードアートオンライン大好きっ子やであソードアートオンラインはすごい人気あるよねうん1万人行くまでやってください <laughs> 10時までに1万人行くかしらね行かないと思うなさすがに あ、きたちゃんタコありがとうピカチュウ描いてみよっかあプリンも使うプリンも使うねよいしょあでもコメント読んでからにしようプリンなんかプ,ープーリリンーみたいないうやんかわいい なんかポケモン出たよねなんかスイッチのやつちょっと欲しいんだよなフちょっとフフいフフ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  よいしょあたくみさん花束ありがとうえ後ろのあれピカチュウじゃないの <laughs> ピカチュウじゃないよ <laughs> 猫だよおお雲のさんダルマありがとうポケモン GO やってると連動できるへえ ポケモンゴーかわみのピカチュウピチュウ感 <laughs> や,ったやったやったやった褒められてるほらうまいんだよ私 <laughs> 日本地図以外はうまくてくさ駒野さんめっちゃだるまくれる嬉しい どちらかと言えばピチューかな、あ,あ、マジか。け <laughs> んちゃん、たこありがとう。肉まん褒められ、ドラえもん、ドラえもんね、めっちゃうまいから、ちょっと。本当にうまいよ。 <laughs> どう <laughs> あきたちゃんとこありがとう。たまひよさんもモンブランありがとう。かわいいやん。いいやん。み微妙？微妙？まあまあ。<laughs> それなり。 いやうまいってかなりうまいよあれもドラえもんプロ級やでだってドラえもんはさあれじゃん絵描き歌あるじゃんあれ通りに描けばいいんだよ四次元ポケットがない青いところの面積が大きい確かにそれは思ったドラやきが後ろにくっついてるドラえもんスヌーピースヌーピーはスヌーピー これユ <laughs> うさん誰もありがとうえ、ドラミちゃんドラミちゃんってどうなんだっけえ、しり <laughs> トりできそうやな <laughs> スヌーピーだよこれ シビマルコ,マルコ <laughs> 誰 <laughs> 誰 <laughs> 誰ですかこれは右上のもしかしてミッキーマウスミッキーマウスです。

そもそも耳垂れてたっけスヌーピー <laughs> てんてん実は絵が上手くない説上手いって上手いってあ垂れてるよね座敷話 <laughs> スヌーピー感ちょっと出たよな <laughs> よかったーほらな,な,なんか違うことないよ四角いちょっと似たミニオンってどんなんだったんけ <laughs> 女の子は描けるんだよちょっと待ってええー、もうなんかいっぱいだなよくわからん絵でいっぱいになってしまったな あんまりコメント読めてなくてごめんねちょっと絵を描くと無言になってしまうな。 めっちゃうまいやんみんな正気かほら <laughs> <laughs> ミニオンは眼鏡かけたなんか丸いやつま丸かったっけミニオンサザエさんサザエさんハードル高 <laughs> 宇宙人の描いた壁画 <laughs> 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 ねえポンさん花束ありがとう自分の似顔絵 自分の似うんなんか一回美術で描いたことあるな今ちょっと得意なアニメっぽい女の子描いてるから待ってねどうですかあでも反転するとちょっとな壁画壁画笑うわ 伊藤ゆうかさんは確かにむずいよえっぽんさんありがとうハートやったぜ世界世界地図今日いちうまいそうアニメキャラっぽいのしか書いてないからさ湯かはもう書いたのいや もう,もう,もう私なんかの腕ではねあの美しさを表せないですよ埴輪埴輪ってあれここのやつこのこのやつ動物の森の <laughs> なのにそのプード来たらもういいじゃねえか <laughs> 自分はルパンが得意へえー、すごい写真の子 AKB にそうほんとに 美術部だっけうん一応美術部ああゴマノンダルマゴマノンさんゴマノンさんダルマありがとうてんちゃん自然体でめっちゃいいねそう自然体になってきたな、うん、海外に行ったことあるう,ーんうんうんうんないなない行きたいとは思うんだけどうーん飛行機がダメで飛行機ダメなんだよねそう

あでも船だねうん美術のガチ作品が見たいなあそうかガチ作品か見せたいけどなあダメだ本名が書いちゃってるうん ジェットコースターもないねジェットコースターダメだねなんかミニジェットコースターみたいなの乗れたりする埴輪書描いて埴輪じゃあ泳ぐしか <laughs> 泳ぐ飛行機も縛られるのが嫌なそう落ちるのが怖いのとさ何だろう逃げられない感がすごいじゃん飛行機乗ったらもう逃げられないじゃん には本名エリザベステイラ <laughs> ミニジェットコースターって幼事用だよね <laughs> まあ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 、まあ、甘いもの好き大好き飛行機楽しいやんいや飛行機を楽しめる心の余裕を分けてほしいな 時は世界一安全な乗り物らしいですよ。まあ、そうはなんか聞くけどね、やっぱ落ちるのが一番怖くないなんか。うん。うまとこはガムで貼っといて <laughs>。よいしょ。はにわ。化粧配信しない。ちょっと候補に入れときます。ちょっと。 化粧できないとまずいんでね乗ったら寝るそうだでもアイドルとかにもし慣れたらな慣れたりゃうんな慣れたら結構いろんなとこに行ったりしなきゃいけないのかな乗ったら寝る寝れたらいいんだけどな飛行機落ちないよ <laughs> まあめったに落ちないけどね 大阪ですかずっと大阪かなうん化粧したことはあるんうんだって買ったことあのコスプレが結構好きで私コスプレメイクのために揃えたりしてるから今はねメイクしてないな <laughs> れたりゃ メンバーになると割と飛行機乗るよ新幹線がいいです新幹線希望ですねまさまさちゃんさんただしちゃんさんハートありがとうございますコスプレ初耳うん初めて行った気がするなおおおアニメオタクだからねオタクってほどじゃないかなうんコスプレもするし 絵も隠しって感じ断層とかするのうんそうださんに似てるって言われない言われる言われる配信始めてから美術部メイクもうまいはずうん絵が上手い人はメイクもうまいよね多分おいかわこそ配信 <laughs> <laughs> コスプレ配信とかいいのかな だよね、権利系のコスプレ無理だよね多分うんアニメキャラのやつしか持ってないからさサンタコスなるほどコスプレとアイス好きは s k にもいっぱいいるよわやっぱますます入りたいなダンスとかめちゃくちゃ見てみたいんですがほんとに 飛行は全国ツアーというのがあってね。ああ、やっぱあるんだ。うん。だめだな。克服しないと。猫耳カチューシャは持ってないな。ただいまコスプレ配信すると聞いてもらってきました。<laughs> まだ確定してないですよ <laughs>。<laughs> 進撃の巨人とか好き。うん、あんまり詳しくないけど、漫画前の、あ、最初の方と。アニメ見てた。 コスプレねーインタマはどのキャラが好きズラんちゃんのセーラームーン見てみたいなあセーラームーンやりたいんだよねそうセーラームーン結構好きで SKE 合格して握手会でコスプレしよう握手会でコスプレとかありなほえー、SKE のことはねあんまり知らないんですよね <laughs> 自慢のパラシュート持ち歩けばなるほど <laughs> なるほどね逃げれるヤっホーヤッホーこんばんは初見ですあ初めましてコスプレ何種類ぐらい持ってるのでもなんか一つのキャラをのいろんな衣装を着るって感じで。 うーんどれぐらいだろうじゃあ僕タキシード仮面します <laughs> <laughs> やってくれるのかセーラームーンは世代だから嬉しいあそうなんだ私も最近あのアマゾンプライムで見出した <laughs> すいません応援しに来たよありがとう エリザベスのコススプレしてエリザベスってあれ7つの滞在かな,などれだろうコスプレで握手会へえ好きなメンバー誰ですか SKE さんはあんまり分かってないんだよねすいませんんちゃんどこ出身ですか大阪ですそのうちここにも書こうと思いますコスプレ歴え でも最近最近最近ですプライム会員だよおあこちさんハートありがとうあ銀玉のエリザベスね <laughs> 7つの滞在かと思っちゃった 玉ねこう看板あげてね看板 <laughs> 石岡さん花束ありがとうグループだと誰が好きとかあるのグループんォーティシッ46さんが好きですラビューセーラームーンセーラームーンやりたいな その配信はコスプレで得点稼ごう <laughs> アニメ系のコスプレはダメで制服系のコスプレもダメでササンタコスとかならいいのかちょっと恥ずかしいな,なんか趣味の話するテンちゃん生き生きしてるな <laughs> 本当に「ケンちゃんタコありがとう」「くまのハートありがとう」 欅坂のお締めは菅井優香さんとえっと渡辺梨香さんが好きに本当に,本当にあの魅力的すぎるペット飼ってる弟弟飼ってます弟以外うん飼ってないです飼いたいクラゲ飼いたいおなかすいたご飯食べた半分くらい食べた 14円あありがとうございますサンタか,なんかドン・キホーテとかに売ってるかなメガネ似合いそういや似合わない似合わない髪型奇抜にしてみようえなに奇抜ってどんなの坊主とか <laughs> ビリカー美人さんう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 ん 明日サンタコスいやまだ買ってないまだ買ってない <laughs> サンタコスするかなどうだろうクラゲは難しいあそうなんだワイクラゲに似てる <laughs> クラゲに似てるって何 <laughs> 菅谷さんって今日誕生日だっけそうなんですよおめでとう世界ありがとうもう本当に産んでくれてありがとうって感じ何も何様だよ <laughs> 本当に世界にありがとう <laughs> 今度の握手会サンタやでほえー、ドンキに大体あるうんドンキ結構ある気がする100均に持ってんの ?1 万人いけー順位まあほんとにありがたいよほんとに。